始まるよ。準備はいいかな？はい、それでは66ページの基本問題の解説を加えることにいたします。これはですね、テキストで言うと、ここの法律行為のところですね、54ページからずっと学習してきた内容を、まとめるためにですね、簡単な、文章に語句を挿入するという形で理解の定着を図るという問題でございます。早速見ていくことにいたしましょう。そんな難しくないと思います。66ページの1番です。次の文章の1から12の括弧に入る最も適切な用語を挿入しなさいということです。民法の様々な制度は、法律要件と法律効果のつながり、法的因果関係でもって説明することができます。この中で何々を要素とする司法上の法律要件を法律行為と呼びますということで、法律行為というのは1番ですね、意思表示を要素とするということです。で、次、一旦なされた法律行為の効果は原則として有効となります。法律行為に注意の原則ですねが、場合によってはその効力は否定されることがありますと。例えば法律行為の有効要件について見ると、一般的に法律行為の何々に関する有効要件、何々に関する有効要件、何々に関する有効要件に、分けて論じられることが多いですということです。で、法律行為の有効要件ですね、法律行為の有効性ってどういう順番で見ていくのかというと、58ページのこの成立要件、有効要件、効果帰属要件、効力発生要件、この中でもこの有効要件というのはですね、でこれまでにも何度も見てきましたように、有効要件というのは当事者に関する有効要件と目的に関する有効要件、それから、3つ目に一生時に関する有効要件と、この当事者目的一生時というように見ていけばいいよということですが、どれが入るかちょっと分かんないですね。はい、ということで下を見ないと分かんないですね。丸1です。法律行為の何々に関する有効要件としては、例えば意思能力のない状態でなされた法律行為の効力や、制限行為能力者のなした法律行為の効力を上げることができますということですので、2番は、こう当事者と入れるのがいいと思います。当事者に関する有効要件ですね。はい、で続けます。2番、次に法律行為の何々に関する有効要件としては、何々の確定性、何々というですね。で、3番だから、内容と書いてて、目的と書いてあるっけ、目的ですね。目的に関する、まあ、内容ということもあると思います。だから3番、目的あるいは内容と入れるのがいいでしょうね。に関する有効意見としては、目的の確定性、なんとか適法性、社会的妥当性、確定性の後は、で、可能性ということですね。で、可能性とか、何度も見ます。59ページの、24行目か27行目あたりですね。必ずしも、可能性、実現可能性ですね。だから5番は可能性とか、実現可能性という言葉を入れるのがいいと思います。はい、ということです。それぞれを各法律行為の効力を上げることができますと。もっともこの点については民法90条や同412条の2項第2項を除く他は直接これを規定する条文はないため、もっぱら解釈の問題として位置付けられますということです。それから3番ですね、最後に法律行為における何々に関する有効意見ですと。でこの点、まず、心理留保の効果はうんぬんかんぬんと、こう見ていたら分かりますように、4番だから一生時でしょうね。一生時に関する有効要件です。でこの点、まず心理留保の効果は原則としてどちらか、93条1項本文、本文と正しが来た場合は本文が原則ですね。それが、まあ、立法技術はそういうものです。はい、だから1項ですね、一生時は表意者がその真じゃないことを知ってした時であっても、そのためにその効力を妨げられないです。効力妨げられないわけですから有効だということになるわけです。ので6番有効と入れるのがいいかと思います。例外的に同条正し書きですね。7番は確認しておきますか。93条1項正し書きです。ただし、相手方がその一生時が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときは、その一生時は無効とすると、無効と書いてますので、7番、無効であると規定されていますということです。次に、通報虚偽表示の効果は当事者間では無効、94条1項ですが、この無効は何々に対抗することができないと規定されています。同条2項です。はい、ということで94条2項を見ると、前項の規定による一生時の無効は善意の第三者に対抗することができないと規定されておりますので、無効ですが、この無効は、善意の第三者ですか、
だから8番はこれ善意の第三者と入れるのがいいでしょうかね。に対抗することができないと規定されています。で第3に錯誤による意思表示の無効は原則として、何々ます、95条の1個の柱文は意思表示は次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤を法律行為の目的及び取引所の社会通念に照らして重要なものであることは取り消すことができるということで、取り消すことができる、だから原則として何々ますにつなげないといかんから、原則として9番取り消すことができぐらいですか、取り消すことができぐらいでしょうね。が表意者に重過失があった場合等には取り消すことができないと規定しており、なるほど、この文章と合わすためにこうなったんだね。最後に、さっき脅迫による意思表示は何々と規定されています。96条1項ですね。はい、詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができるとあるので、10番はこれ取り消すことができると規定される。だから10番取り消すことができるぐらいですかね。まあ、それが素直だと思います。もっとも詐欺取り消しの効果は何々に対抗できないと規定されています。96条3項だと。で、96条3項。前2項の規定により詐欺による意思表示の取り消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないということですので、最も詐欺取り消しの効果は11番ですね、善意無過失の第三者と書きますかね、ですか、善意無過失の第三者ぐらいですかねに対抗することができないと規定されてますが、一般的にこれは、ここはもう解釈問題です。取り消し前ですね。これはどこだ、あ、そっか、ごめんなさい、ここの部分はまだやってなかったのか、あら、すいません、すいません、この12番だけは後ですね、すいません、12番はちょっとごめんなさい、先のことを聞いちゃってましたね、失礼しました。ここですね、76ページ77ページにありますように、これは、ここ取り消し12番前になります。これは後で学習することになります。すいません、12番ちょっと先に学習すること言ってまいりましたが、まあ、このような回答が素直かと思います。